こんにちは、ペンタチャンネルのペンタです。皆さん、突然ですが、朝って何で起きてますか？僕はね、今までね、カシオの電波時計、ちょっと小型のね、こちらを使っていたんですが、これね、アラーム音聞いてください。新しい目覚まし時計を買おうと思ってこいつを買いました。セイコーの電波時計ですね。時計を設定する必要がありません。また、アラームをこれセットすると12のところに来たら一旦秒針がストップします。秒針が止まる、これはね、秒針がカチカチうるさくて寝れないなんてことがないようになっております。で、アラームがこちら。結構大きいベル音ですね。まあ、一番僕が買うきっかけになったのがこのベル音ですね。ベルで朝起きたいなと思って買いました。それからライトもついております。目覚まし時計を最近買い替えようかなって思ってる人にはこちらいかがでしょうか。希望小売価格3150円となっておりますが、 Amazon で1800円で買いましたね。結構安い Amazon。 目覚まし時計のどれを見てもレビューは少し怖いんだけど、こちら高級感があっていいですね。1800円と思えない作りです。やっぱりアナログ時計はパッと見てって分かるのがいいですよね。目覚まし時計買い替えようかなって思っている方はぜひこちらを、購入ご検討ください。またね、バイバイ。チャンネル登録はこちらのボタンをクリックしてください。